ですよね。I was checking stuff out right now, making sure everything's actually working. テストは成功した、そう報告するために全てはなかったことにされたんだ。では誰もその子供たちのことは。いや、スエドウだけは彼らと話をしていたはずだ。4人の子供は意識が戻ると口を揃えて奇妙な話をするようになったらしい。それはまるでおとぎ話に出てくるような世界の話だったそうだ。多くの研究者は過度のストレスが招いた集団ヒステリー症状と解釈していたが、スエドウは違った。彼だけは4人の子供たちの言葉を一言一句聞き逃すまいとしていたよ。子供のように目を輝かせてね。そう、あれはまるで宝物を見つけた子供のようだった。ではスエドウさんに聞けばその子供たちのことが。ああ、だが子供たちのことを探しても無駄だよ。スエドウが彼らの記憶を奪ったからね。彼らの記憶を奪った。 I know who the children are。奪ったというよりも、私と同様暗号化して封印したといった方が近いかもしれないな。記憶というものは改ざんはできても完全に消すことはできない。どんなものでも無に帰すことの方が難しいんだ。
でもどうしてそんなことを。当時の事件の唯一の手がかりだったのに。それはスエドーに聞いてみないとわからない。しかし記憶の封印はスエドーが彼らに与えた救いだったと思う。子供たちはみんな泣いていたから。ところで勝手な願いなのは承知の上で、君たちに頼みたいことがある。私の記憶をもう一度封印してくれないか。え？以前の私は仕事にかまけて家族を顧みない父親だった。娘を鹿を泣かせたことも一度や二度じゃない。でも記憶をなくした私なら優しい父親でいられる。記憶のない自分こそが家族が望む理想の私ということだ。本当にいいんですか、それで。このシステムが改ざんできるのは記憶だけです。いつかまた無意識化の罪悪感に苦しむかもしれません。君の言う通りだ。私があの症状に見舞われたのは肉体への記憶のシフトによるものだからな。記憶のシフト？人間の記憶というものは脳だけに存在するわけじゃない。体中の神経細胞に転移し、わずかずつ蓄積されている。だからこそたとえ頭をいくら押さえつけても、私の目は耳は手は辛かった事実を決して忘れはしない。人間はそういうふうにできているのさ。だが君たちに全てを話したらなんだか気が楽になったよ。懺悔とはこういうことなのかもしれないな。頼む、もう一度過去の出来事を忘れさせてくれ。残りの人生せめて家族だけは。かん、いこれでよかったのでしょうか。私はこれで失礼します。エデン症候群の謎を解くためにもリエさんとスエドーさんを追いかけないと。また連絡します。忙しいところすまんが、お前さんに応援を頼みたくてな。大至急新宿に来てくれないか。てめえこっち来んな。こいつ撃っていいすか、このぐちゃぐちゃしたキモいの。キモいし撃ちますよ。いいっすよね、またよさ。うるせえ、ちょっと待ってろ。俺たちじゃ手に負えねえ。こいつは完全にお前さんの専門分野だ。頼んだぞ。
しないと。だいすまん、見ての通りのありさまだ。やるしかない。続けていこていこう。
dang it. に切るぞ。だが今のと似たような化け物が地下にもいるみてえでな。そっちの方も頼まれてくれるか。それと実はな、真田の姿をここで見かけたよ。どうやら地下へ向かったようだ。こんな状況で呼び止めることもできなかったが、あの化け物どもを追っていったらしい。今のあいつには俺なんかよりお前さんたちの方が必要だ。行って。よう、久しぶりだな。こんなところで会うなんて、誰かの差し金か？って、冗談だよ、冗談。ところで調子はどうだ？体、悪化してねえだろうな。指名手配犯に心配されたくないか。警察や人目を避けながら、イーターの調査をしてたんだけどよ、逃亡生活ってのは意外としんどいもんだな。ま、泣き言は後だ。イーターに追われてここに逃げ込んだ連中がいる。襲われる前に助けてやろうと思ってさ。俺といると指名手配犯の仲間だと思われちまうぜ。ここは俺に任せて、オタクはとっとと失せろって言いてえとこだけど。似てるぜ、あいつの真似だろ。オタクが来てくれたのは心強い。久しぶりに共同戦線と行くか。
行くぞみんな。後悔するぜ。仕方ねえか。終わったか。お疲れさん。後悔するぜ。案外大したことなかったな。Yeah, well, I'm fighting just one again. Four to take a few more risks, but when I'm fighting at three, I don't like to take any risks at all. 無理しちゃダメだよ。Not necessarily we pick that.君がいてくれてよかった。That's not creepy at all.また間に合わなかった。俺にもっと力があれば。ちっ、厄介だな。
Yay, finally. なあ、オタクはどう思う？こいつらに意志ってもんはねえのかな？バカみてえに。と、こいつらの目的は一体何なんだ？それは私がお答えしましょう。スエド、てめえふざけんなよ！いつも都合よく現れやがって！この惨状を高みの見物か！観察と分析こそが研究者の責務。私は私の行うべきことをただ粛々と行っているだけです。新田君も興味津々のイーターの研究をね。お前、イーターの目的を知っているのか？やはり興味をお持ちですか。あなたならきっとそうだろうと思っていました。多少長くはなりますが、あなたの素直な探求心に敬意を表して今までの研究成果を教えて差し上げましょう。ところで新田君、あなたはなぜ食事をするんです？なんだよ急に。食事するのに目的も何もね。食べなきゃ死ぬだろ、生き物なんだから。その通り、食べるのは生きるためなんです。そんなもん死にたくねえからだろ。それは生物の本能に感情と論理の火花が乗っているだけです。もっともっと
原生物が生きるのは種を保存するため。そのために生物は環境に適応し、その遺伝子を書き換えてきた。すなわち進化ですよ。進化？その通り。そしてそれは人間もイーターも変わりはありません。イーターは捕食したものをデータとして分解吸収し、自由に書き換える能力を有しています。これがあなた方もご存知のバグ化と呼ばれる現象ですが、これはとある能力の反作用の一つでしかなかった。イーターの真の能力はバグ化にあらず、彼らの真の能力はそれら吸収したデータを自らの中に再構成する力を有していることなのです。対象を捕食することで自らを書き換え、新たなる生命として生まれ変わる。つまりそれは進化。イーターは捕食を繰り返しながら進化し続けているのです。イーターも進化するために食べてるっつうのか？そうです。イーターにとって生きることとは進化すること、進化し続けることでのみ生き続けることができるのです。なんとも素晴らしい能力だとは思いませんか？これぞ生命の究極の姿といっても過言ではない。イーターにとってはあらゆる存在が進化の契機なのです。それがたとえ現実とデジタルを隔てる壁であろうとも、彼らにとっては単なる餌でしかない。人間が幾星層を経てようやくたどり着く境地を、イーターは個々の捕食機能で瞬時に成し得てしまえるのです。進化のためにイーターに次元の壁を食わせたってのか？お前、確かに私は岸辺さんに協力していました。当面の目的は一致していましたからね。ですが私と岸辺さんが目的を同じくしていたのは次元の壁の崩壊まで。あ、岸辺さんは次元の扉を開くと表現していましたが、私は壁の方がしっくりくるんですよね。意味的には扉でも同じですが、抽象的に過ぎるかと。だあ、壁でも扉でもどっちでもいいっつーの。それよりあんたには別の目的があるってのか？イーターに次元の壁を侵食させることで、我々の世界と隣接するデジタルワールドの境界は消失するんです。Check on the stream real quick. And it's not working. Okay, so yeah, I'm not gonna be streaming through YouTube anymore.